はい、こんにちは、ジョン森です。昨日ですね、私の住んでいる熊本は外出、自粛解除になりましたね。今日から晴れて仕事でも外に行っていいんだよっていうことで、久しぶりに、まあ、出張というか外勤っていうんですけども、外の仕事で阿蘇に行ったんですよね。いやー、天気は良くてですね、最高の風景でした。こんな感じですね。やっぱり外に出て初めて、ああ生きてるなっていう実感が湧きました。はい。そして明日明後日からですかね、いよいよ全国的にもう解禁解除になったらいいなと思いますね。やっぱりね、自然の中にいるっていうのが生きてるなっていうことだと思いますね。で、熊本名物にですね、いきなり団子というのがあってですね、今日2つ買ったんですよ。これね、大津のですね、道の駅というところで買ったやつなんですよね。でこっちね、同じくじゃないな、小国町のですね、道の駅 U ステーションで買ったやつなんですよね。やっぱちょっと違うんですよね。いきなり団子って、まあ、いっぱいお店あるんですけれども、あ、これあんこが一番上に来てて、これ外側のあんこじゃない、皮がちょっと厚くって、あんって真ん中に見えるんですよね。で、ちょっとね、これ断面図をね、見ていただきたいと思います。はい。ではまずですね、これね、大津、熊本と阿蘇のほぼ中間地点にある大津のいきなり団子、断面図をお見せして、結構はい、おっと、切れるかな。こんな感じですね。皮があって、あんこがあって、芋が1センチぐらいありますね。こんな感じになってますね。結構ね、ベタつきますね。それからこれ、小国町の道の駅 U ステーションで、いきなり団子ですね。これ見えるかな。ここ来た方がいいのか。まあいいや。はい、断面図なんですけどね、こんな風に芋と芋の間にあんが入っていると。あはー、まあ、要するに芋、このサンドイッチされてる状態ですね、あんがですね。粒あんですよね。どっちも粒あんかな。あ、どっちも粒あん。だから、いきなり団子といっても、こんな風に2つの店舗だけでも違うと。まあ、どちらも芋の厚さは厚いんですけどね。およそどちらも1センチぐらいの芋の中、芋を使っていきなり団子が作られているということになります。で、お値段なんですけどね。お値段。私が子供の頃って熊本市でいきなり団子20円30円だったんですよ。で、10年前安いとこでまだ60円とか70円ぐらいであったんですけど、最近はどこも130円150円ですね。随分こういいお値段になりましてね、今日もね、どちらも130円かな、1個が。で、もういっぱしのスイーツみたいな感じになってきたなって思いますね。で、いきなり団子、お味はっていうのをちょっと忘れてましたね。これが、道の駅大津の、やっぱ芋がね、1センチと厚い分、お芋の食べ応えで、ちょっとね、少し塩が効いてて、美味しいですね。で、こちら、大津じゃない、小国町の、これ柔らかい。あ、見てわかりますね。お芋が完全に蒸されていて柔らかい。これはこれで、
芋自体が餡になってる感じですね。お芋が柔らかい、うん、そして本当の餡の味があって、うん、あ、これはこれでいいな。こっちは芋がしっかりしてるんですよね。1センチぐらいだから、あ、こっち、ここは芋だ、 芋食ってる、餡だっていう、うん、うん、芋とあんが別々なんですね。こっちはもう芋とあんが一体化してる。うん、うん、以上、全部でした。しょうがないよね。